マリックが来た。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今回は何やりましょう。はいはい、この間のバレンタインだったじゃない。はいはいはい、みんなどうだった。今年はファンだって言ってくれてる子からチョコの絵文字が1個ポンって DM で聞いて終わり。実物じゃなくて絵文字がポンって来てそれだけです。おじさんのバレンタインなんでそんなもんですよ。1個いただきました。おう、1つ。誰から？名古屋でお世話になってる方から。おう、遠隔でいただきました。1個ね、遠隔で。遠隔で1個。今のところ合計1個ね。1個でもほら、マジじゃモテるって言うじゃん。まあ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 、言ってもあれですよ、有利だって大してもらってないじゃないですか。ああいうやつはね、自分で買ってね、もらったっていう口ですからね。ああいうの信じ、マジシャンモテるなんて信じちゃいけないっすって。本当にマジシャンはモテない。いやでもあのだんだんチョコレートが送るのはなくなってきましたね。もうね、うん、やめましょうよ。やめた方がいい。だってその後ホワイトデーが、ね、そう、なし、なし。もうお歳暮1個。ちなみにマジシャンファンの方がダーッて来たってことがあるんですよ。ちょうどブームの頃はもう本当にね。そうですよね。いやもうスタッフ一同でもう紙袋持って帰ったくらい。へえ。本当にね、そういう時期もありました。マレックさんのモテ期のあのすごい時ですね。いやもう本当にね、あの頃はもうバレンタインデーも盛り上がってましたからね。まあそうですよね。あのギリチョコとかね、うん、そういう世界も混ざってとにかくいっぱいいただきましたね。事務所に届くんですか。もう事務所もあのライブ先もいろんなとこでね、とにかくチョコレート攻めっていうね、ジャニーズみたいな話で、ダンボールでいくつか言うじゃないですか。あんな感じですね。ダンボールでいかないけど、まあ紙袋にいっぱいぐらいは本当にね、あのいただいた思いがあって、それはだんだん今はもう孫だけとかね。孫が2個。それもそれでなんか幸せですけどね。素敵です、うん、すごいお返しが必要そうですね。本当ね、まあでもね、だんだんそういう習慣が薄れてきましたね今。まあ、変わってきました ね、うん、はい、うん、はい、今年はそんなとこでございました、うん、バレンタイン今、はい、もういいかなこの話は、はい、そんな中先生です、はい、僕が事務所でちょっとお留守番をしていたらですね、はい、なんかこんなものが届いたんですよ事務所に。お、甘え、危ないよ。お、はい、ちょっと待って。いや誰から。え、届いたんです。誰から。パズル。いやいや、一応ねタレントなんですから、ね、不用意に届け物開けちゃダメですよ。ダメの。いや、じゃあ拓也ちょっと。あ、僕でも誰から。あ、でも綺麗な箱ですよ。綺麗な箱ですね。何、なんかパズル入ってそうだよ。何、なんだろう、珍しいね、この綺麗な鮮やかなブルーの箱。本当に何、こういう普通こう伝票が貼ってないじゃない。誰から。ちょっと開けてみますね。あ、こウェア箱。あれ何、お、ちょっと待って。何これはすごい。ちょっと待って、これはすごい。何、これはすごい。お手紙付きですよ。しかもどこに。お手紙。何なんだこれ。これ見たことない。え誰が送ってきたんだろうこれ。あ、でも一応たった知り合いが送ってきたんですか。あ、そう、僕の知り合いが。あ、そうなのね。はい、食べ物です。え、食べ物、新鮮マレックさんに。新鮮マレックさんに。今回パズルじゃないと。パズルじゃないのね。うわ、何、いや、これはすごい。これはすごい。これはなんだ。これは何、皆さんに。いや、皆さんにね、はい、皆さんに。これ絶対一人じゃ食べきれない、はい、食べ物でね。いいよ、どっちどっちどっちなの。え、なんで、どっちなんだよ。いや、どっち、こんなの、どういうクイズだろう。どっちでしょう。これ何のために作ったんだろうね、これ。え、こういうものあるの。こういうものがあるの。じゃあ、こうですかね、見てましたね。これを皆さん驚きますよ、これ、はい、え、まあ生物ですよ。え、生物です。いきますよ。ドーン。何？なんだ。
何なんだこれってやつだね。なんだこれ、マグロ、マグロですね。マグロだけど、え、これな、何ケーキ、何ケーキだよね。ケーキですねこれ。頭が追いつかないんだよなんで魚にしたん、なんで魚なんだろう、どういう意味で、あ、でもこれ多分バレンタインデーのね、あ、チョコレート、チョコレート、じゃあチョコなんですかね。チョコなんですよこれ。目がハートですね。目ハートね、え、オレクさん、なんかマグロとつ、マグロどういう縁でマグロからケーキが送られる、マグロから来てるんだ、どういうこと、本当に何ですか、どういうことなのこれ。どういう、まあ、トロが好きだとかマグロが好きって言ったのが間違って、間違って聞いた人がマグロが好きだったらいいってこれ来たんじゃないのこれ何にもないの、このなんかこの、あ、何、炭紙があんのね、本当は。すごいすごい、ちょっと切り、さっき切っちゃったんです。ここに一応ハッピーバレンタインで、あ、なるほどなるほど、いいいい、マグロロールね、本マグロール、うるさいようるさいよ、しかも山口県だよ、ね、いや、本マグロール、なるほどね、はい、意味が分かりましたあ、でもちょうどいいや、ちょうどいい、あのマリックさんのほら、この前あのさ、名古屋でショーがあったじゃないですか、はい、あのミスターマリックの解体新章っていう、あの解体新章、あの、はい、マジックの歴史を紐解いて解体新章、はいはい、マリックさんあれ本番の中で僕ちょっと聞き残してないんですけど、はい、皆さん今日はミスターマリック解体ショーへようこそって、はい、そうそうそう言ってた、おっしゃってましたので、解体ショーしましょう、はい、はい、じゃあいきます、では寿司といえば解体ショー、マグロ解体ショー、もういろいろ混ざっちゃって、はい、今年の、今年の解体ショー、今年は3億円です。3億円です、初マグロ、さあ何人前取れるんだろうねこれ、相当取れるよこれ、ケーキ何人前って数えるケーキ、すごいですね、いやこれはすごいね、どっから解体していけばいいんだろうね。本当ですね。ま、ちょっとまあ首、そうですね。かまおこどんと。えらだよね。絶対。あ、柔らかい。柔らかい。柔らかい。まったく一緒だね。あ、ほら。ああ、でもめちゃくちゃ美味しそう。中トロが出てきました、ね。あ、ちょっとこれ本当に？ここ美味しいと思いますよ。ここは。本当にマグロの切り身みたいになってなんか、ここ美味しいと思いますよ。そうだね、この背骨の、背骨と周りのところもね、いや、ちゃんとほらね、中トロとかあるんじゃないですか。いやこれはこうだよね、絶対にね。解体ショーが、解体ショーが。うわあ、あ、すごい、な、中もちゃんとマグロになってるんじゃない、これ。ほら、骨の部分ですよ、これね。うわあ、そうですね、これどんどん解体していく、どんどん。あ、これはすごいな。何の動画だろう。手紙解きましょうか。何枚、何人おろしだねこれ。解体ショーですね。雰囲気似てないこれ。あの中も本当にマグロみたいになってますね。いや、よくできてるねこれ。骨と内臓とね。うん。すごい。すごいですね。これはすごいな。よくできてるな。面白い。いやー。すごいいい音しますね。じゃあちょっとマリクさん、せっかくなんで味を、中すごいですね、ね、本当に骨というかね、これはいいでしょ、本当にこう、うん、あの生臭くなさそうだからいいよね。そうですね。じゃあ皆さんでいただきましょう。顔がついてるんでやっぱかわいそうな感じ。ちょっとね、ここちょっと食べづらいよね。ちょっとじゃあマリクさん一つ、はい、一切れいきますね、はい。あ、見てこれ、うわ、本当に切りみたい。こんなんかすごいね。小トロだよ、うん、大トロですよ。マリクさん、あとあのマグロの目に栄養があるんで、お前それ DHA がほらDHA が入ってるから、 目がね、目が、いや、ちょっとじゃあ見た目マグロですけどちょっと味見を。じゃあいただきます。この本当になんかマグロみたい、この色、ね、色ね、あ、トロですよこれ。本当に本当に本当に
いやトロですね、大トロですよこれ。あ、これは美味しい。美味しそうですね、本当にこれは。チョコレートのあの味がいいですねこれ。本当ですか、うん、ちょっとじゃあマグロの味したら嫌だな。こうやって甘い甘い甘い。あ、これタコヤムどうぞ。トロかと思ったらストロベリーですね、この赤いのね。あ、うまい。これトロですよ。だんだん悲惨な形になってきたなこれ。うん、はい、美味しい。シャキシャキしますね。製造元は山口なんだけど、山口で作ったものをこうやって東京まで冷凍して、冷凍して、今そんな時代になったんですよ。ヒレ、ね、ヒレ、マグロのヒレ、マグロのヒレ。あ、うまい。あ、甘い。チョコ大好き。この魚食べると太るね。太る魚。今ちょっと太る、まずいことに気づいたのね。今日の動画3人がケーキ食ってるだけだけど、本当にもうめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しい。見た目とも、見た目と味がもう真逆というか、うん、どこで売ってんだいって思われちゃうよね。まあでも、うん、冷凍でこうやってね東京まで送っていただいて、こうやって食べれる時代になりましたね。もう魚に当てな方はこれですよ。本マグロールで、うん、生臭くない。これは食べれますよ、ね、生臭くないし解体も簡単。シャレが効いてるね。いやそうよ、インパクトは最高ですよ。見た時のインパクトは、ね、中がそう。いやこれはよくできてる、うん、ここですよこれね。この大きさがいいよね、うん、これはマグロしか作ってないのがね。そうなんですかね。ね、でもサバがあったとてサバがあったとてです。サンマとかサンマ細い。まあ、ということで美味しくいただきました。はい、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。もう食い逃げみたいなもんで、ね、失礼しました。いや、すごいですよね。これチョコレートじゃないのこれ。そ